にちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キャプテン翼2スーパーストライカー、ライブ配信始めていきたいと思います。アジア予選編の続きですね。行ってみましょう。はい、今回配信は Twitch で、いつも通り行ってます。チャット欄に Twitch、YouTube、旧 Twitter、X のアカウントを持っておりますので、ぜひアクセスをフォロー、チャンネル登録、高評価などいただければ嬉しく思います。どこのチームとやるんだっけ？今回前回負けたから今回勝たないといけないんだよな。行きましょう。北朝鮮戦か。あれ北朝鮮戦だった。そんなに勝たなくていいよ。これ歌だな。こいつは本当にすごいシュートだって。決まったぜ。さあ、日本のキックオフ。澤田くんか。和夫くんへ。なんか和夫くん持ってるんじゃなかった？だよな。新田くんへ。うわ、インターセプトされちゃったや。やばい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 。さ、石崎くんが、シュートした。はい、ボレーシュート。は？そう、これ強いや。敵の11番か。先生を許してしまいますね。やばいですね。やばいですよ。本当にね。ペコリーヌ。さあ、美咲くん。勝負だ。どうでしょう。お、際どいところでかわしました。ナイスー。あ、でも6番が3位来た。相手を反則捉えました。まあ、サダ君へ。
ぐにカズオくんに渡します。今日弱まっただけ。オッケー。お、翼くんへ渡すか。どうだ、これインターセプトされちゃう、届かない。よし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 、翼くんが来て、新田くんが待ってますね。新田くんに渡しましょう。これどうだ、新田くんゴール近いぞ。知るか、そんなこと俺は知るか。ダメだ、ちょっと相手が強すぎるな。これ追っかけよう。いや、完全に抜かれてしまった。どういう位置関係なんだと思ったりしますが、邪魔しろ。 OK、 松山くんと石崎くんが続きました。やっぱり石崎くんはこれでしょう。さあ、これでくそったねダメだ、画面ブロック効かない。これシューツ。え、北朝鮮強いな。これはちょっといきなり試練の場所になりましたね。まあ、ガンガンガッツは使っていきましょう。その方が成長が早い。またこの、インターセプト許し、いや、これまでの相手と違うぞ、こいつは。下がるんだ。何してんだこいつら。何もできないままシュートを許してしまう。パンチングでも届かないんだからな。新田くんがフォローした。ワンツーリターン、カズオくんとワンツーリターンです。こぼれ球なんのかよ。でもマサオくんがナイスフォロー。このままだとやばいな。石崎くん当たそう。今日余っただけ。俺らまになって相手に取られてしまう。全然いいとこないな今まで。石崎くん、なんかガッタックルいけ。かわされた。タックルもダメなのか。お、今度はカズオくんとサンダくんもたもたし。スカイラブタックル。カズオ、兄ちゃん、いけー。立場兄弟スカイラブタックルが、これもかわされてしまう。サンダくんのカットも届かず。今度は美咲くんはこぼれ玉。え、美杉くん出てたっけ？前半だけ前半いきなり美杉くん出てんだ。
まり美杉くん稼働をさすのは危険だよな。美杉くん何持ってんだ。え、なんで失敗しまった。おっと、新田くんがなぜかこんなとこにいる。嘘だろ。はやぶさボレーシュート、1点は返してくれ。無理か。あ、しかし今度は翼くんが来た。チャンス、ボレーシュートで十分でしょう。あ、今度は新田くんだ。もちろん倒れているが、いけー。え、防がれる。あー、敵のやっぱり防御勢もはやぶさボレーシュート打つべきだったかな。1点も取れないから、ちょっと今勝てる相手じゃないですね、きっと。新田くんへのショートコーナー、前半でミスいく使ってしまっていて、これってつらいな。届かないだろうこれ。あ、届いた。いや、もう構わずシュートですよ。ツインシュート、いけ、行くぞ、ミサキくん、オン、ザ、ツインシュート、これどうだ、決まりました、2人の、決勝、丸々の決勝です。ようやく1点返しましたね。さあ、行きましょう。さあ、もうほとんど時間ありません。1点を返すのは防ぎましょう。あ、頑張れ。あ、ダメだ、シュートされちゃって。正面にいた方がいいのか、石崎くん。だが届かない。いや、もうこれ三角飛び使うしかないでしょう。これ以上点はやれない。よし、ナイス。水君は前半までだからな。三角飛びでないと防げないなんて、これなんか必殺技の出し合いになってきたな。当然ついていけない選手も出てきます。なんか序盤ってすごい基本的にパス回しとかで決まってたのに無理になってきたな。さあ、新田くんが一人独走しております。でも時間がない。翼くんに渡そう。翼くんが2位渡して強引なドライブシュートを決めてもらう。行く、行くぞ、翼くん。結構距離あっても決まるんです、ドライブシュート。
決まりました。この賭けに勝った。よしよし、同点になりましたね。さあ、翼くんが邪魔しに行きます。パスカット。新田くんどうだ？ダメだ、届かない。アディショナルタイムが長い相手の。いや待ったが、まだ いるマサオくん。ホイッスル、前半終了です。まず、美杉くんを誰に変えるかってとこですが、美杉くんって、あれだよな、ソリマチくん、カミソリのソリマチくんですね。森崎くん出すことは敗退行為だからな。試合再開。動かない。二択もダメ。ワンツーか。一作君と和夫君がついた。一作君はタックル、和夫君はパスカット。普通のパンチングじゃダメだ。これもう三角飛びでガッツ使わせておいて、若林くんとかに変えてっていう勝負するしかないな。交代枠は今一人しか使ってないから、しぶといな。もうドうるさいな。ドライブシュート、さっき決まったんだからいけるでしょう。あ、パンチングで防がれたか今度は。
速は時速はパスカット行こう。タックル。さあ行け。カツオ兄ちゃん。行けー。おお、今度は決まった。スカイラブパスカットは決まりました。くんや、ああ大丈夫か。ボレ球になってしまうが、松山くんがフォロー。ちょっと遠いな、これ届かないと思う。ですよね。無茶しすぎた。7番が早いな、美咲くんが。サクタックル。あ、パス出された。これは届かないよね。勢いがすごいな。お前防げ。邪魔しろ。イスラックも防ぎます。あ、そこを取られてしまう。今度はサーダ君だが届かない。変なとこからフリーキック打ってんな。謎だ。末町くんもは届かない。全然ダメだ。あの相手にもう負け、フィジカルで負けてるやん。いやもうこれ、三角飛びしかないです。こぼれ球にしかならないか。キャッチできないもんね。これシュート。いや、もう一回三角飛びですよ、女もん。あ、こんな。取れないっていうのが辛いよな。こういうことなってんな。パスかな。うまくディフェンダー役になってる。ここはまあ無理せず。また、嘘でしょ。まあ、佐藤くんが取った。ワンツーで、松山くんと。OK。さらに、ワンツーで、味方がいない。嘘。じゃあまあ普通に美咲くんに渡しましょう。OK。突破してもらおう。際どいところ。チャンスではあるよな。おっ、笹くんが近づいてきた。サーダくんじゃ決まらんしな。翼くんに託すが、こぼれ球になってしまう。あ、日本のコーナーキックです。美咲くんですね。もう直接翼くんに行こう。おー、通るんだ、パス。いや、もう構わずシュートですよ。ドライブオーバーヘッド。あーっと、反則を取られました。これチャンスですね。
さあ、ここはもう翼くんに任せて決めたいところ。お前蹴ってみるか。オッケー。なぜかキッカー石崎くん。やっぱりランダムですね、これ多分。結構やっぱり相手のゴール前まで攻めて、相手のペナルティーキックを誘うのはやっぱり有効な作戦ですね。後半も残り8分となりました。これ、あれした？延長戦か。延長戦もいいでしょう。翼くんが、これ、握り寄れないんだ。こうやられてしまった。さあ、今度は反町、上反くん、上反の反町くん。おっと、反則を取られてしまうが、まあいいでしょう。これ、壁の範囲？壁の範囲か。飛び。は？あ？嘘？え？嘘だろ？ちょっと待ってくださいね。チェンジ。残りガッツ。翼くんが少ない。じゃあまあ、翼くんごとカッチェックチェンジするか。まず、若林くんをチェンジ。あとは、翼くんの代わりに日向くんだ。あ、いや、違う。あ、なんか間違えた。翼くん以外の人を交換してしまった。まあ、でももうこうなったら、タイガーショットに頼るしかない。新田くんへ。こう、翼くんか。いや、もう、いなくてもゴールデンコンビ決まるんだ。オッケー。そこ一瞬スルーするのか。シュートはできないからな。多田くん、和夫くん、新田くん、あれ？日向くんどこだ？あ、日向くん、ここにいます。ディフェンダーになってる。いや、意味ないだろう。まあ、私しかないな。
嘘でしょ？いや、されてしまう。お、松山くん、うまい。早速ガッツが8しかない。さあ、これどうするかですね。いや、これ普通のシュートなのか。お、今度は翼くんに渡るが、シュートできないんだよな。だから三田くんへ渡して、離れちゃうね。行っちゃう。さあ、若尾島津くん、パンチングしかないよね。お、パンチング決まった。だがピンチはまだ続く。試合終了です。残念ながら敗れてしまいました。朝くんだけか。お、イラン戦に戻ったんだ。それはいいですね。今回は多分北朝鮮戦突破は無理ですね。結構前回イラン戦もギリギリだったから、若林くんに、若林くんのままでいきましょう。ちょっと森崎くんだったら厳しいになるからな。ここの試合勝って、次の試合は森崎くんでいって、ってことをやる。勝ちに行かないとダメです。行きましょう。もう構わずパスです。ヒューガ君へ、これをパスが決まる。構わずシュート。ヒューガ君ボレーシュート、キャッチされちゃう。強引なタックルがイランのポイントらしい。
くり行け。あー、際どいとこでかわされてしまう。9番がシュート。 OK、 トラップです。そこ落ち着いてトラップ。ディフェンダーか。まあでもワンツーしていいでしょう。ですぐに松山くんにパス。チャンスだと思う、これ。ヒューガくん行きましょう。いや、こんなのもタックルですよ。あ、タックルじゃない、ドリブルですよ。いや、もう強引なドリブルですよ。どけ。あ、なんか待ってんな、これ。翼くんが待ってますね。翼くんに託しましょう。シュート決めてもいいと思うんだよな。いや、もうこれ得意のオーバーヘッドキック、これだ。オーバーヘッドキック。いや、ダメだ。ドライブオーバーヘッドとか必殺技クラスじゃないと守りきれない、詰めきれないんだな。もしくは、敵のバランス崩したり、ペナルティーキックもらったりですね。しないとダメですね、これ。今、ハイパーアタックルって言葉聞こえたな。やってみましょう。キャントルとかね、カーサイル。敵は7番がシュート。それ町くん届かない。パンチングです。防ごうとする。ジトーくんに変わります。ん？ジトーくんダメだよ。そんな前出た。いいパス持ってた方がいいよな。パス持ってる人がディフェンダーやって出し抜いた方がいいかもしれないかな。え、誰？松山くんか。ヒューガくんへ。このパスは通りました。これ決めましょう。必殺じゃないとダメって言ったらもう、タイガーショットで。これ決まらなかったらムネオで行くしかないけどね。決まりました。先生です。前出ない方がいい。さあ、澤田くんがつくついたパスカットの方がいい。
弱まったが、弱まっただけか。二択は届かない。守れ、ブロックだ。あ、でもペナルティーエリアなんですよね。だからどうなる、響くか。やってしまった。イランにペナルティーキックを与えてしまいます。やっぱり思った通りになってしまったな。さあ、前半残り10分。まあ、どこでもいいです。裏をかかれました。1番が佐賀くんか、美咲くんへ。美咲くんに頑張ってもらいましょう。拡大したい。え？あかん。ジト君と二択がつきましたね。パワータックル試してみよう。パスだったか。ジト君届かない。二択は弱まっただけ。いけ、守れ石崎君。しかし、あ、ギリギリ大丈夫だ。パスだった。届かない。だがピンチは続く。強烈なボレーシュート。ダメだ。連発シュートを前にさすがの若林くんも止めきれません。せめて同点には追いつきたいのね。ヒューガ君ガッツ503か。嘘、インターセプト。これ強引なタックルですよ。タイガータックル。あ、パスだった。君と澤田君がついた。反則を取られてしまいます。
イラン、フリーキック。これ、壁のフリーキックですね。あ、壁じゃない。ミサキくん、こぼれ球。だが、こちらがボールを取ることができない。いや、待っただけ。お、さらに松山くん、これも嫌まっただけか。あと、角度が悪いが、こぼれ球になった。イラン、コーナーキック。前半終了。イランのリード、イランにリードを奪われてしまっています。さあ、ここはチームで三杉くんをとまず投入する。沢田くんに代わって三杉くんかな。あんまり沢田くん機能していない。いいパス持ってんの誰だっけ。若林くんに代わって若島津くん。サオくんかな。まずは相手を止めないといけません。ミスイ君がつきました。これなんかあるの？特に何もない。これ名前になったが、相手に取られたままだ。さあ、石田君がついた。さあ、これをパスを顔面届かない。顔面ブロックあんまり意味ないな。まあ、ガッツ使わせた方が成長つながるからな。お、松山くんナイス。松山くんが結構有効に機能してますね。さあ、美咲くんが一気に押し上げていきます。まあ、2番なんかこれ防げるでしょう。まだ早い。OK。 あ、さらに一度三杉くんにパスで、シュート、ワンツーだ。で、越えてシュートしたいとこだが、実は三田くんか、翼くんに渡して、お、やった。こういうのもあるんですね。フェイントでしたね。あっと、敵を5番がカバーされるが、嘘でしょ。
じゃあもうシュートに備えます。ちょっと嫌だな。フォローかな。リングシュート、今の三角飛び反撃出たいっていうのもありますからね。これ玉にしかならずか。今度はヘディングシュート、連続三角飛び、これ玉にしかならん。嘘だろ。届かない。敵を4番に渡ってしまう。これ防がないとね。しかし、スカット。ボレーシュートか。どうだ。ソイマチ君届かない。いや、もうガッツがほとんど残ってないよ。お、今度はゴールはあった。いや、もうパスです。あ、これ空いてます。翼くん、こぼれ玉になってしまうか。今度は美咲くん、嘘、うん、いっそでしょ。美咲くんが沸騰されるか。美咲くんよ、沸騰されやすいな。無理です、これ。普通にパンチングで防ぐしかない。あかん。うわ、ガッツがなくなってしまうのか、若島津くん。もう攻めて攻めて攻めまくるしかないですね。まさか2点差食らうとは思わんかった。ヒューガ君へ。ヒューガ君が強引に行こう。決めるよ、これ。ネオタイガーショットしかない。ちょっと雑だけど。え？あ、吹っ飛ばされた。が、弱まったはず。オッケー。あっと、すげえな、これ。いやー、すごい。1点差に追いつきました。
これす。豪快ですね、これ。これショートにしましょう。さあ、これ早くボールを取って巻き返したいですね。嗅覚か翼くんで。どうだ？ OK！ 翼くん。いいですね。このまま行きましょう。やりましょう。いけー！ドライブシュート！ OK！ 届かない。え？嗅覚ねじ込んだ。OK！同点、たちまち同点に追いつきました。これが全日本の執念だ。今度はバーが救ってくれましたね。まあ、若島津君が三角飛び使えないと、攻めまくるしかないからな。強引に松山君のパスカット、日向君タックル、これは無理。石田君、なんで見すぎ、あ、見すぎ君いるか、そりゃいるか。今、マサ君が前に出てんだな。さあ、これ時間がないんで、もう、行きましょう。新田君経由しないと厳しいかな。新田君を一度経由して、あ、ダメだ。同点のまま延長戦です。さすがにちょっと時間が足りなかった。変えることはできない。つまりこれやばいな、美杉君が。美杉君が試合出たままになるから。
生を奪いたい。スパサ君へ。スパサ君はあんまりガッツ使ってないですね。スパサ君とワンツーリターン。これでゴール前へ進出しようとします。見余ったが、まだあんのか。こぼれ玉になってしまうが、マサオくんがフォロー。一回新田くんに渡して、これ3位ヒューガくん。ヒューガくん結構ガッツ使ってんな。こう見せかけて、翼くんへ。敵の4番も、あ、届かないか。空っぽにはなってない。ツインシュートだ。行くぞ、美咲くん。おお。愛の結晶、ツインシュート、愛の結晶、行ったよ。あと、まーっと、バーに切られてしまった。愛の結晶が。思うがままです。スカイラブタックルでよかったかも。まあどっちみち意味ないけど。さあこれ敵の10番が防がれます。もう飛び出すしかない。ここはこぼれ玉になる。さあしかし敵に渡ってしまうからゴールが空っぽになってしまう。あ、パスだ。ソリマチ君ダメだ。石崎もボールに向かう。これは届かない。守れ守れ守れきれ。なんか敵がちょっともたもたしてますがね。ミスイくんナイス。ちょっとミスイくん大丈夫か。まあでもほとんどガッツ使ってないからな。いやさすがにこれミスイくんがやっちゃうとやばいことになるんで、ミスイくんは無理させません。さあ、新田くんが、超えます。新田くん、ワンツーです。押し上げる役をやります。両サイドにいんのか、翼くんへ。やまったが、カットされてしまう。この、ボールの、止める力が強い。石崎くんついた。タックル。あ、パスか。これは止めきれません。一人しかいない。これは厳しい。これフォローかな。動かないのも一つ手です。パスカット。いや、これ、スカイラブパスカット。あ、パスしましたね。カツオ兄ちゃんいけー、ナイス、はまりましたね、スカイラブパスカットが。
ストパスかな。そいまちくんとの、そいまちくんに渡すって言ってもあったか。前半終了です。相手側のあれですね。さあ石崎くんが届かない。パスカット的なとこは石崎くん強くないよな。シュートを決められてしまうが、これだ、これいけますね。三角飛び、ガッツが回復している。オッケーです。翼くんへ。さあ翼くん、これガッツは700以上持ってるのか。いや、まあそのままドリブル。まあ当然ヒューガくんだけど、まだだな。ワンツーか、むしろ。密択にします。お、結構前行った。トラップかな。ヒールリフト、シュート決まりました。芸術的翼くん、ついに勝ち越しです。
かない。マサオくんも届かない。一応三角飛び。ただね、もう間がないんだよな。OK です。ちょっと次三角飛び使えないんで、粘った方がいいかもな。本当に勝ちたいなら。ここで、いや、ガッツを残したいんで、普通のワンツーでいきます。この後敵の4番が来るが、トラップどうなる？吹っ飛ばされるか。しかしマサオくんがカット。松山くんに。松山くんガッツ残ってんだよな結構。松山くんボレーシュート。いやー決まらないよな。そりゃそうだ。三田くんがつきました。パスカットだな。あそこを捉えてしまう。さあもうほとんど時間が残ってない。なんとか防ぎたい。三杉くん、これはもうタックルでしょう。渾身のタックル。しかしかわされてしまう。さあほとんどもう最後の挑戦になってんじゃないの。石田くん届かない。これやばいな。ヘディングシュート。あ、三角飛びできるんや。でも決まってしまう。なんと。うわぁ、なんか悲劇ですね、これ。嘘でしょ？うん、やろう。ドライブシュート、これしかない。決まったえぐいなこれ。いや、今のびっくりした。試合終了。幕内白熱お名勝負。
激動の末、勝ち取った勝利ですとなってますね。いや、暑かったな、この試合。さあ、たくさんの選手がレベルを上げております。しかし、もう一回だけレベル上げたい。メスニクもガッツが減ってないな。メスニクは普通通り後半出しましょう。この試合勝つ必要がないんで、森崎くんの登場です。チワナ兄弟は揃えたいな。あ、やばい。が、やまったが、こぼれ玉が、さっくんだ。パス決まるかな。ゴール前、構わずシュート。あー、こぼれ球になってしまう。パスされる。10番シュート。森崎くんだから取れない。知ってた。
と翼くんとワンツー、これ名前になっちゃうか。ゆいくんがフォロー、たきくんとワンツーかな。全然もう通用しなくなってんな。君届かない。あ、スルーだ。が何だったんだ今の。ミスイ君へ。あれミスイ君なんでいるんだ。相手に渡ってしまう。無理だろ、どうやっても無理でしょ、防げないでしょ。あ、がこうポストが救ってくれた。ポストが友達なんだ。これですね。これまさくんいるじゃないですか。そう、形だけは作りましょう。ドライブシュー、ほんと形だけ。あ、ダメだ、敵防がれてしまいます。読まれてしまってるな。ミスイ君つきました。パスカットかな。あ、シュートだ。ミスイ君カットに届かない。あ、カズオ君ナイス。試合再開、変えない。キスイ君届かない。弱まったが。さあ、マサオ君、おっとナイスこぼれ球だが、ピンチは続く。飛び出すしかないでしょう。あ、ボレーシュート、やってしまった。飛び出したが及ばず。森崎くんだから及ばず。めちゃくちゃし。
ど。あ、危ない。さあ、ミサキくんの腕を見せどころだ。一応マサオくんに渡します。ワンツーでよかったかな。届かない。あ、まだ来んのか。ヤマタが、ヤマタだけ。さあ、タキくん、これ敵を4番が来た。これスルーです。え、なんで。これ玉になるが、日本のコーナーキック。三杉くんだな。三杉くんが、三崎くんにショートコーナー。まずパスかな。翼くんへ。山田が遠かない。どうだ、敵を4番遠かない。お、これは志くんのコーパス。これは決めるしかないでしょう。行くぞ、ドライブオーバーヘッド。吹っ飛ばされてゴールです。1点差に追い上げました。さあ、キスイ君パスカットかな。あー、ダメだ、相手はドリブルだった。さあ、ソイマチ君ら3人が囲いました。いや、ブロックじゃないな。来る、反則を取られてしまいます。リーキック、壁です。誰が壁だい。さあ、無理でしょ。そう、何度も抜かれてたまるから来ましたね。だが、わか、これが力の差だ。
け？メタセット。あ、ここでホイッスルです。当然チームデータは変えます。まず、ミスギ君を変えないといけません。なんでミスギ君いたんだって言われそうです。カミソリパスって持ってたよな、ジトー君。ジトー君だっけ？ソダ君だっけ？そして、若林君。さすがにどっちか変えないといけません。曽田くんってどこだ。伊沢くん、伊沢くんってどこの方、あのポジションだっけ。伊沢くんは見てみよう。シュート高いからフォワードでいいんだ。ナイス、美咲くん。美咲ゴールデンコンビ見せましょう。美咲くん、翼くん、ゴールデンコンビ成功です。出し抜きましたね。勝ちました。さあどうするかな。翼くん行きましょう。でも簡単に、いや、ここはトラップ。またヒールリフトやってみる。あっと、適用カバーが2回目の土壌はなかった。しかし北朝鮮のゴールはここで空っぽに。
さあ、どうするどうしましょう。このまま行ったれ。あかん。松山くんがフォローです。これフォロー いけるね。ん、される。抜かれてしまう。これがあるんですよね。祭りターン。これシュート。パンチング。おお、佐野くんナイスカバー。まだピンチは続いてるんだよな。この音楽だから。こんな結構か。フォロー。トラップ。もう一回ソリマチ君と対戦は。残ってます。ブロックかな。シュートです。ソリマチ君ブロックは残念ながら届かない。佐野君届かない。おお、もう一回コーナーキックですね。いや、スカイラブパスカット。カズオ兄ちゃんいけー。スカイラブパスカットヘディングだった。なんじゃそのバランス噂が取り囲まれちゃったか。あ、でもすぐにミサくんがいる。すぐ渡す。カットされてしまう。ピンチはまだまだ続きます。赤橋くんが倒れている。嘘。あー、これは厳しい。無理でしょう。無理でしたね。
いや、森崎くんが与えてしまった3点が重くのしかかりますね。1枚かな。今日パスでいいよ、森崎くんへ。勢い弱まったが、まだいるのか。こんなパターンばっかりだ、今回。さあ、東海。ああ、今回完全に押されてますね。いくらなんでも。もう飛び出すしかない。若林くん、これは成功。かな、まあ、どっちでもいい。佐野くんかな。 OK、 佐野くん前に出ました。ここで今だ。翼くん、ゴール前に待っていた翼くん、このセンタリングが決まった。もうやろう、行くぞ。ドライブオーバーヘッド、吹っ飛ばしてが、なんでこぼれ球になるんだ。飛ばされた。やば。スカットで。これは相手はドリブルだった。今日6番シュート。佐野くんボールに向かうが届かない。あ、9番がねじ込まれた。5点目を奪われてしまいました。ダメ押しですね、これ。
通用しなくなってきてるよな。サークとワンツー。OK、キセイ君前出ました。さらに伊沢君とワンツー。伊沢君にパスしてもよかったかも。キセイ君早いな。いや、ここトラップです。まだ敵のあれは来てない。翼くんにパス。そして低いボールに動きを与える。構わずこれ普通にシュート。行くぞ美咲くん。おう、普通にシュート。あ、こぼれ球になっちゃうのか。でもまだ時間ありますからね。これスルー攻撃、あ、違うわ、パスで10番に渡してそれをスルー攻撃だ。苦笑えてるか。え、なんで敵渡るんだ。ナイス。サクがなんと直接シュート。それを翼くんが合わせる。ガツが足りない。つまり両方ともシュートを決められない。伊沢くんへ。試合終了です。また翼くんだけがレベルアップ。パサー君だけはレベルが上がります。パサー君が23か。特にドリブル力が高い。あ、シュート、え、シュートはヒューガ君よりツバサ君の方が高いんだ。まあ、必殺シュート持ってますからね。シュート力なら美咲くんもそんなに負けてないですね。ドリブル力も高い。いや、差がつきすぎだろうこれ。ちなみに石崎くんのシュート力は21、悪くはないな。あ、みすぎくんも結構シュート持ってるし、ドリブラー51なんだ。だから後半勝負の時みすぎくんに運ばせるのは有効策かもな。
はい、ということで今回は3試合ここまでかな。北朝鮮戦が結構大きな壁ですね。次はでもちゃんと若島津くん出して勝ちに行けたらなと思います。結構1戦目は3対4と若林くん、若島津くんだったっけ、そうの若島津くん出てたんだ。ここはまあ結構いいメンバーだったんですけど、キックを取ることも大事かもね、はい、ということでまたイラン戦からやり直しです。これ干渉イラン戦も新勝だったんで結構メンバー揃えたにもかかわらず、勝てるといいですね。次回ぐらいまでは北朝鮮戦で苦労するんじゃないかなと思います。ということで、見ていただいてありがとうございました。チャット欄に Twitch、YouTube、旧 Twitter、X のアカウント持っております。この動画のアーカイブ YouTube にて20日火曜日20時から21時からプレミア公開予定です。 YouTube でもぜひご覧ください。YouTube チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。また TwitterX アカウントのフォローもお願いいたします。キャプテン翼2、スーパーストライカーライブ配信、お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。